皆さん、こんにちは。メディアウォッチ長の笠子と申します。なんと、ギガファイル便で動画をアップすればですね、そのわざわざ動画をダウンロードしなくても、そのギガファイル便のネット上で再生できるということで、これパソコンだけかなと思うんですけれども、ぜひちょっとこれね、YouTube とか使わない人で動画共有して見てほしい方、これ非常に使えるんじゃないかなと思います。ギガファイル便というのはですね、データを、重いデータを送るサービスなんですけれども、なんとですね、これで例えば動画ファイル、今 MP4 の動画を貼ってますけど、なんとここに今すぐ再生っていうボタンがあるんですね。で、ここで再生できると。通常であればこの動画ファイル送られてきました。ダウンロードしました。そして見ますってやらなくちゃいけないじゃないですか。でも確認用だったらいちいち重いファイルをね、ダウンロードしたくないじゃないですか。なので、これギガファイル便で送るとパソコンであれば今すぐ再生という機能で見れるということです。で、ギガファイル便というサービスですね。無料で、重いデータを送れるサービスという感じになってまして、このアップロードというところに、動画でも200ギガまで、1ファイル200ギガまでということで、いろいろなファイルを送れます。で、ここで動画ファイル、今すぐ再生にするには、動画ファイルだけ送ってくださいね。ZIP ファイルで圧縮しちゃったりすると、もう圧縮ファイルになっちゃいますので、動画だったら動画ファイルだけを送ると。で、これで送ると、リンクが出ます。この MP4 のアップロードしました。で、このリンクを相手に送るんですね。で、通常、この相手のリンクを送って、相手がそのリンクを開いたときに、ダウンロードしなくちゃいけないんですけど、このダウンロード開始というボタン。ただ、これダウンロードしなくても動画そのまま見れます、パソコンで。なので、僕も今、オンライン笠子塾で、動画を作ってもらう添削をやっているんですけど、YouTube を持ってる方は限定公開にして、YouTube の限定公開で見るので、いちいち動画のファイルをやり取りしなくては済むんですけれども、動画ファイル、YouTube をやってない方も結構いらっしゃるので、そんな時にギガファイル便で動画をそのまま送っていただければ、僕すぐそのままダウンロードせずに確認できるので、これね、動画の確認やり取りしてる方、そして YouTube 使ってない方、あと YouTube に一時限定でね、上げるのめんどくさい方なんかは、このギガファイル便使うといいんじゃないかなというふうに思います。こんな感じで再生ボタンを押すと、ダウンロードせずにここで再生できると。で、再生できるだけではなくて、普通にストップとか、スライダーもあるので、非常に便利ということで、ぜひ皆さん、ギガファイル便で動画をアップすれば、ダウンロードせずにパソコンなら再生できるということで、ぜひこれ、活用していただけるといいんじゃないかなと思います。